写真拡大。巧み縄術に定評ある巨人、原辰徳監督60だが、これまで公演などで必ず聴衆を笑わせてきた18番ネタに封印危機が迫っている。原監督は22日都内で行われた12球団監督会議に出席。昨週の復帰後、初めてライバル球団の指揮官と一堂に会し、一人先輩がいたのは心強い。同級生も一人いた。みんな頑張ってると冗談交じりに語った。会議後の記者会見には年功序列で1学年上のヤクルト小川監督が応じ、同い年の西武辻監督と共にギリギリ免れた。たとえじいさんになってもと永遠の弱体症を気取る原監督は、還暦を迎えても血気盛んだが、実の息子より年下の岡本が巨人の4番を張るなど、球界の世代交代は着実に進む。指揮官も自分が18、19、20ぐらいの年齢の時に、60歳の人にああでもない、こうでもないと言われてもキョトンとすると、世代間の壁は気に留めている。客員教授を務める国際武道大千葉県勝浦市で8日に行った新春恒例の特別講義でも時の流れを痛感した。こうした場面で会場の雰囲気を和らげるつかみのネタで重宝してきた逸話が不発だったのだ。1980年のドラフト会議で、自身は相思相愛の巨人入団を信じて疑わず、4球団競合でくじ引き中に3秒だけ別の可能性も頭によぎったが、結果を見てやっぱりなと納得したと豪語。それくらいの気持ちで江川卓さんも望んでいれば、ああいうことはなかったと現役時代の同僚を一鎖にするまでがお約束だ。昨年12月の自身の殿堂入りパーティーでは、年齢層が高めの聴衆から全く同じネタで爆笑を誘っただけに、ショックは大きく、後日にも、若い子は薬ともしないんだよなぁと首をひねった。今週、ドラフトではさらに若い、21世紀生まれもいよいよ対象となる。ちなみに18日のスタッフ会議後、新任の宮本投手総合コーチも、抑え候補の新助っ人クックについて、幸せの青い鳥になってほしいねと報道陣にジョークを飛ばしたが、笑いが出る一方でポカンとした表情も。桜田淳子の歌が流行ったのは、江川事件よりもさらに昔。第三次現政権にとってジェネレーションギャップは侮れない強敵だ。笹森凛。